俺たちはボートレースが好きだ。僕はもともと競馬なんですよね。結構のめり込むんですか。のめり込んだ。仕事にもしたしね、はい、絶対にボートレースって削られるんですよ、売り上げが。面白さを、ね、伝える俺なのかな。週刊ボートボーイ、はい、よろしくお願いします。お願いします。黒須です。西島です。はい、よろしくお願いします。さあ、今週も子供の方っていこうということで、はい、今週も VOD 配信でございます。そうですね、はい、というわけで、皆さん、引き続きチャンネル登録、さらにグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、まあなんか、はい、いろいろありますけど、なかなか今日は今回大きなテーマなんで。そうですね、いきなりいきましょうかね。テーマがでかすぎます、はい、今回のテーマは俺たちはボートレースが好きだ。はい、すごいよ。大好物です。はい、それはもう好きですよ。好きですよ、はい、好きじゃなかったらやってないですもん。何を。そのボートの仕事も。あ、仕事ね、はい、その船券、はい、そうですね、はい、まずね、はい、あのボートレースの出会い。出会い、どうやって出会ったかっていう。これはもうね、ケイちゃん古い、何せ出会い、出会いもう40年。そうですね、40年、大体40年。そうですね、もう現場に見に行くようになったのはもう小学校、うん、でしょ、はい、1年とか2年ぐらいの頃から、もっと前からも行ってると思いますね、うん、ね、親父に連れてかれて。三島君もこう見えて50過ぎてるんでね。はい、52になりますなんでまあ40年、はい、以上か。そうです ね、40年以上ですね、うん、で それ要するにそれはお父さん。そうですね、父の影響で、うん、まあ、よう連れて行ってもらいましたね、うん、もう本当ホームは多摩川ですね。多摩川、はい、よう行きましたね。行きました。だからどうやって出会ったのかって、もうギャーって生まれた時から出会ってる間違いない。そうかそうか、お父さんがもう好きで、はい、その影響はずっと受けてきたからね。そうですね、だから松井茂選手と僕は同い年なんですけど、はいはいはい、松井茂選手はそのボートに出会うのはかなり先じゃないですか、はいはいはい、俺は彼より先にボート知ってるよって。でも SG は取ってないです。取ってないですねSG レースの船券は取ってますけど、はい、あの2人とも11月生まれ。そうですね、松井選手もあなたも。僕より、僕ちょっと先輩、ちょっと先輩、ちょっと先輩ですね。でもまあボートは先輩だと。全然先輩ですね僕はもともと競馬なんですよね。高校卒業して東京出てきて、はい、すぐハマって、はい、で大学4年に府中に、はい、引っ越すんだけど、当然それは競馬ですよ、はい、東京競馬場のすぐ近くに住んで、はい、というあれでまず競馬なんだけど、まあ、でもその頃に、うん、僕大学卒業してしばらくフリーターの時期があって、はい、その頃だから昼間にちょろちょろ、まあ、多摩川に時々行ってたっていう、はいはいはい、だその頃はよく分かってないボートははっきり言ってね、はい、でその後こう競馬の仕事もするようになって、はい、まあ、結構のめり込むんですか。のめり込んだ。もちろん仕事にもしたしね、はい、でまあ、僕宝島社ってところで別冊宝島の競馬の方を作ってて、はい、で競馬だったんだけど、はい、その別冊宝島で、はい、競馬以外の公営競技もやろうよって話になって、でまず競輪を作ったわけ、はい、で当時まだ競輪もうそれはもうほぼ完全素人、はい、ただこれにハマるわけですよ競輪に、はい、で次にボート、はい、ボートで、これ当時はほらボートレースって競艇だったから、あ、そうですね、競艇付け前特訓って作るんだけど、はいはい、それは本当多摩川に時々ちょろちょろ通ってたくらいで、はい、まあ、本当ビギナーだったんですよ、はい、でここでハマったわけです。ドハマり、ドハマりしたわけ。あ、ここで完全にボートの方に来て、はい、別に競馬とか競馬を貶めるわけじゃないんだけど、はい、絶対競馬よりこっちの方が面白い、そうです、ね、と確信して、はい、僕は完全にボートレースにはまったという。あ、なんか分かる気がしますね。でそうこうしているうちにボートボーイの編集部になってたっていう、まあ、編集者ライターが仕事だったんでね、はい、だから結構あれですよ、僕当初だって競馬の仕事がメインだったから、はい、なんかほら黒須田守で検索してもらったら多分当時の競馬の仕事が出てくるぐらいだと思うんだけど、あ、まあやっぱり何か楽しかったかな。水面際で下手すれも夏場シャッとこう来るじゃないですか。でもたまんないじゃないですか、ね、なんか、ね、なんか6号艇、うん、6コースの選手と一体になってるみたいな、うん、あ、それぐらい好きです。僕はね、むしろねボートレースが一番人が見えると思ったわけ。あ、人となりと、人となりというか、そうですね、それはありますね。そうですね、機械が走るからなおさら、うん、多分まくるかさすかだけで、うん、選手も性格違うじゃないですか。違いますね、本当に違いますね。
それが一番見えるのは、はい、だから競馬もね、だからあの後半は、はい、ジョッキー、あー、やっぱ人に興味があったから、はい、ジョッキーの仕事がすごく増えるわけ、はい、だそれよりも僕はボートの方がもっと人が見えるということ で、 そうです、ね、それは実はボートにはまってたところがあったっていう同じかもしれない感じなんですよね、はい、そんな感じで出会いまして、はい、まあ何せあなたは40年、まあ、僕ももう四半世紀過ぎてるわけですよ、そうですね、出会ってからは、はい、まあだいぶ変わりましたねボートは。まずスタート展示てか、まずケイちゃんが始めたところスタート練習が、昔はスタート練習ですね、うん、僕らの頃はスタート練習っていうのがあって、うん、でそれが廃止になって、うん、すごい覚えるんですよ、そう選手を。僕がハマったのはまさにスタート展示がない時、あない時、はい、スタート練習もない時、はい、だからもう一発勝負、はい、だからまず侵入の予想がもうそうですね、ボスより前に僕はそのスタート練習があってこうやってほんわか見てたので、うん、あのが練習がなくなってからはもう選手を覚えるのが大変でしたね。大変でしたか。その全然見せてくれないから、こいつ今まで見せてもらってたものが覚えてないでしょ、大してほんわかしか、まあ、スタート練習見てればいいからね、動くのか動かないのかが分かんないで、うんうん、もうあれがなくなって相当やられました。なるほどね、はい、だけど必死になって覚えるわけだ。覚えたから今1500人ぐらい頭に入ってんですよね。なるほどね入ってんだな、うん、侵入予想が楽しいんだよね。楽しいですね。要するに今みたいに枠なりの方が少ないわけだから。もう全然なかったですね。でそれを誰が動く、はい、誰がどういくっていうのをこう読むのが、はい、まず楽しくて、で例えば、レース間 の発売時間が20分あったら、はい、まあ、半分はそこに費やすぐらい考えて、まあ そ, ね、はい、それは非常に楽しくて、うん、でだから前付けも起きやすいし ね、 そうですね、お互いがこう腹の読み合いだから、はい、あの前夜版がたまんなかったんですよね、うん、レース終わった後、ね、前夜版持って帰ってもずっとにらめっこしてさ、うん、こいつどこ行くんだろうな、ね、突っ張るのかなと思って、そう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 、あの出来だったら突っ張るなみたいな、ね、うん、楽しかったんだよね、はい、最近のファンが結構わからないらしいのが、うん、昔は優勝戦の枠順が抽選だったっていう。ああ、もう全然当たり前です ね、 ね、昔はもうそうだったんです。もう不確定要素だけだったんです。そう、2001年の市川哲也選手の玉川のあそう、ね、メモリアルのパーフェクト優勝、ね、パーフェクト優勝なら1号艇なんじゃねえのと。そう、今のルールならもちろんそうなんでね、はい、当時はそういうあれだったんで3号艇でパーフェクト優勝してるという、ね、はい、だからグランプリだってそうですね、優勝戦まで、あ、うん、初戦から優勝戦まで全部抽選だったからね。でもそれが面白いじゃないですか、こっち見てる側は。多分だから選手としては、あるいはファンもそうなのかもしれないけど、うん、ずっと一着並べてきて最後6ゴールトレジャーおかしいだろう、うん、でそれはまあこれだけ特に縁が強くなってるとね、まあな、まあ、それだったら別に6号艇から縁取れよって話なんだけど、取れよって話なんです。ただまあ今はまあこういうボートレースになってるんで、うん、分かる、その言い分はね、うん、選手の言い分は分かるし、まあ、それは尊重したいと思います、うん、ただ面白かったねっていう面白かった話でね。面白かったです。なんか昔は良かったみたいになってるな。いやいや、そんなことないですよ。 今だって面白いんですよ。面白いよ、もちろんね。面白いですよ、すげえ。だってさ、うん、変な話さ、みんな伝統で買ってるでしょ、うん、伝統の売り上げが半端ないんでしょ今、うん、6割7割でしょ。もっとじゃない、本庄行けよ。その話にするわけ本当に100円で見れるんだよあんなすげえタン何電話で買ってわちゃわちゃしてんだよって思うよ。もっとさ、一般レースでもさ、本庄行こうよ本当に。そっちで楽しくしようよ。一応今うんうんって言ってるけど、多分ここは使えないな、うん、ああそうだ、やっぱそうだそうだよね、使えないよね。お金出てる人は違うもんね、はい、そう。だまあ、あのね、まあ、本当昔は良かったみたいなのもあるけど、やっぱその昔のやっぱその楽しさもあったし、うん、で今そういう意味ではちょっとこうだいぶ変わってきてるなという、ね、そうですね、感じはありますが、はい、さあそういう中で、はい、じゃあこれ今後のボートレース、まあ、未来といいますかね、未来、はい、どうなっていくんだろうという、うん、まあ、どんな風になっていってほしいかというあたり、どんな風に、うん、やっぱり今これだけこう売り上げが回復して、まあびっくりするぐらいな勢いじゃないですか、うん、これをまたお前使えないよって言われるかもしれないけど、この先さ、俺ってパチンコ屋さんにいたことがあるのよね。パチンコ業界に店長までやってた人なんだ、うん、そんでこう今パチンコパチスロ業界がダメになって、わちゃわちゃしてるお客さんとか、そのまあいろんなライターさんたちがこっちに来て、そういうお客さんたちがすごいこっちに来てさ、うん、で電話投票で盛り上がってこう、うん、すごい売り上げが上がってんだよね。でこれが今今年この来月7月になるとオリンピックがやるかやらないか、
で、はい、わちゃわちゃしている、うん、でこの後オリンピックの年が明けてカジノが絶対にできるんですよ、日本って。IR 法案というやつがね。そう、IR 法案でね。で、あのカジノができると、みんな新しいもん好きだからさ、日本人なんて。で、博打大好きだしさ、みんなわちゃっとそっちに行くのよ。で、流れて、で、少し絶対にボートレースって削られるんですよ、売り上げが、うん、そこで。ほんで、その後に、全体的に一番へこむのは、パチンコ業界がもっと悪くなるんだよね。あ、まあ、カジノ似てるからね。似てるから。その時に、一番困るのはパチンコパチスロ業界とそのメーカーだったりそういう団体がみんな困って公安に届けを出すと公安が絶対にね緩めるんだよ規制を。あ、今の締めてる規制を緩めるの。少しパチンコの球が出るようになるんだ。そうしたら今ボートが掴んでたパチンコパチスロの不安は全員いなくなる。帰っちゃうんだ。いなくなるよ。だって電話投票にすんのにさ、銀行行ってお金入れなきゃいけないんだよ。駅前銀行行ったら隣にパチンコ屋があるんだからね。叶わないんだよ、24電話なんかじゃ。叶わないのさ。なるほどね。もうね、絶対に戻っていなくなるのよ。うん、それをなんとか、こっちに、ね、未来のためにこっち側に残ってもらうのは、ね、もっとね、面白さをね、伝える。お礼なのかな。君だよ。俺か。いや、面白いから買ってくださいって言いたいんだけど、そうなのよ。本当にね、たくさんいろんな博打を見てきたからね、うん、分かってるけど、戻っちゃうんだよ。つまんない1から2、3とかでやってると、うん、もっと面白さを伝えたいの。どうしたらいいの、ボス。だからそのね、だから1が強くなってるってことに関して、うん、どうしようって、これ実は1が強いって結果の話だから、うん、結果さえできないんだから、うん、必ず理由があってこうなってるわけでしょ。まあ、もちろんまず番組っていうのがあったりとか、うん、そうですね、あのいろいろするんだけど、うん、これをだから言ってても仕方がないのかなっていうのはちょっとあったりはするんです、うん、ただそういう意味でやっぱりちょっと同じこうちょっと怖いなと思うのは、そうですね、まあ、ほら僕らやっぱ枠なり好きじゃないし、はい、前月選手好きだし、はい、って言ってる中で、うん、もう実はもう始まってるんですよ。何が始まってるかというと、うん、枠なりしか知らない選手が、うん、そうですね、1号艇、うん、今院に入る確率が 98.5 ぐらい、はい、でね、これまあもちろん分かる、もちろん院が強いんだから1号艇はそれ譲りたくないのよ、はい、ないんだけど、いや、じゃあそれで勝てるますかっていう話、うん、そうですね、あなたは100入るようなやつ行っていけます、うん、っていう話なんですね。これはね、これちょっと具体名出すけど、うん、これそのババ選手を批判するわけじゃないですよ。あ、はい、ババ選手順位1号艇で西島選手が前付けして、はい、菊池選手がすごい伸びる、伸びましたね。でレース後のババ選手のコメントが、はい、勝てるビジョンが浮かばなかった、うん、コメントだったわけ。お前そこにいるからだよ。でそう、これでババ選手批判するわけじゃなくて、うん、インにこだわらなくてもよかったんじゃないの、うん、と思ったりするわけだったら、そうもうババ選手はインにこだわる前提だから、うん、そうなってるけど、はい、でもだから今そういうボートになってるじゃないですか。そうですね、特に予選3位で11号で取ったらもう守んなきゃいけないみたいな。そうですね、でこれファンもね、もしかしたら思ってるかもしれないのよ、はい、分かる。 それがねちょっと変わってくると、はい、ちょっと面白いのかなと思ったりもしますね。あの準優はもちろん菊池さんから取らせてもらったけど、もちろんもうね取らせてもらいましたけどね、うん、取らせてもらったし、もうそれ言うならもう西山選手もそうなんですよね、うんうん、あれもう深くなるの分かってんだからさ、あなたなんでもっと深くして回り直して6コース行かねえんだよみたいな、ね、勝てるコースで、そう、あなた地元なんでしょうと。いやだから、ね、乗ってほしかったのよ俺。だからでもあの時もしかしたら西山選手は、うん、2コースを守ることが地元の意地だというふうに考えた可能性が高いわけですよ。まあ、それを言ったらもう何も言えない。だこれが今のボートなわけじゃないですか、うん、それがもっとこう、うん、ね、みんながどこが勝てるかなって探しながら行くレースになると面白いかな、うん、そうなんですよね。オールさんドリームなんだけど、うん、森谷美穂は大したもんですよ、うん、すごいと完全に勝ちに行ったんだから行った、ね、不良候補だから拍手はできないけど、そうなんですね、それはできませんね。チルと跳ねて、そうですね、勝ち行きましたね。あのドリームメンバーをまくり倒しに行ったんだよね、はい、でそういうのを見せてくれる選手が好きなのだし増えてほしいし、うん、そういう選手を開拓になるんですよ ね、はい、選手よりもファンは常に勝負がけですすいません、ファンはもうファンは常に勝負がけなんです、はい、今選手に謝ってるのね。そう、もう選手の勝負がけとかもう点数とか縛られて、そんなその前にカンフナゲは常に勝負がけですお願いします本当に生活かかってますので、そうお願いします
はい、という感じになりました。なんか暑くなったね。暑く、はい、暑い。だってこんなさ、暑いよ、うん、こんな内容じゃ。そうね、絶対もう全部嫌えるやつやん。ちょっと昔は良かったに傾いたんでね。そうですね。まあ、今後ともだから皆さんもぜひぜひあのご感想ご意見をいただいて、ね、はい、あのコメント欄の方にね、はい、あのどんどん書き込んでいただければなと思います、はい、あとトークテーマ、ね、これは概要欄の方にあのフォームがありますので、はい、そちらに、ね、あのこんなあの話してほしい。そうですね、いいんですよ。例えば今日の話もうちょっともっと盛り上げてもいいしね、はい、なんでもいいんで、またそちらの方も、概要欄にお願いいたします。はい、はい、というわけで、今週もありがとうございました。来週もまた VOD 配信でお届けいたしますので、はい、水曜日5週間ボートボーイよろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。